皆様こんにちは。離れなも早いもので今月で5回目になりました。今回のゲストは月咲蘭ちゃんです。どうぞこちらへ。よろしくお願いします。自己紹介いかがかしら。ありがとうございます。では自己紹介をします。はい、小学5年生あ、ごめんなさい、小学5年生10歳の月咲蘭です。よろしくお願いします。今日はどちらからいらしたの。長野です。今日から東京も少し涼しくなったけど、長野県は今どうなんよ。東京より長野の方がすっごい涼しくて、朝電車に向かうときすっごい寒くて鳥肌立ちました。早く秋を楽しみたいわね。秋といえばランさんにとっては何の秋かしら。食欲の秋ですね。あんちゃんぽいよ。あんちゃんぽい。すごい、たくさん食べました。たくさん食べた。今回は離れなの部屋へようこそ。ありがとうございます。気がついたらすっかり仲良くなってたけど、初めて会ったの今年に入ってからなんだよね。はい、そうそう、ルナ姉が長野の妹のランちゃんだよって引き合わせてくれて、その後にルナ…それで仲良くなって今みたいにコラボしてもらってたんだよね。ね。で、この後にもランちゃんとルナ姉コラボの公演もあるんでしょ。はい、はい、告知お願いします。せっかくだからこの後…この後星月姫の公演があるので、ぜひ来てください。来てくれたらすっごい嬉しいです。遊びに行くね。はい。さて、いつもゆっくりランちゃんのことを知れる時間がないから、一問一答形式でランちゃんのことを教えてください。花とレイナで5問質問するね。じゃあ最初はレイナからいきます。じゃあ、ランちゃんの好きな食べ物は何ですか。私の好きなものは梅です。渋い。渋い。じゃあ好きな色は何ですか。好きな色は黒と白です。この今つけてる黄緑とか緑は好きじゃない。これは目つむってる時にママが勝手につけてる。私本当に好きじゃないんですよこの色。じゃあ集めてるものはありますか。ちょっとお恥ずかしいんですけど、私推しいるのはまあ何人かのカメラマンさんに言ったんですけど、その推しがハンドレッドノートっていうグッズとかをすっごい集めてます。わかる。推しやばいよね。推しやばいよね。じゃあ今やってみたいものは。今行ってみたいもん。やってみたい。あ、やってみたいもの。ちょっとこれもまあ推しの話なんですけど、もしできるなら一緒にお話ししたりステージに立ってみたいなって思ってます。じゃあ次ハナ。はい。苦手な食べ物はありますか。苦手な食べ物はグレープフルーツです。好きなキャラクターは何ですか。宮本雷花って人と芝仁って人が好きです。あだ名はありますか。よくママとかに言われてるんですけど、それがランランとかランビって言われてて、それがあだ名です。ランラン。ありがとう。自分の性格を一言で表すと。自分の性格は、ちょっとなんか真面目じゃないところもあったり、真面目なところもあったりして、あと明るい性格です。最後の質問です。いつか挑戦してみたいことはありますか。今キャスターボードが家にあるんですけど、それを昔買ってで、練習したんですよね。でそれで1日でできるようになって、でも今スノボーが無理な、あ、スノボーじゃないの、あ、スケボーが無理なのでスケボーをやってみたいなって思ってます。ランちゃんいっぱい教えてくれてありがとう。あら、そろそろお時間かしら。それでは離れなの部屋スタートです。